アルジェリアの歴史、アルジェリアの歴史、アルジェリアの歴史アラビア語、フランス語、イーストワーデール・アルゲレでは、現在のアルジェリア民主人民共和国に相当する地域の歴史につい述べる。戦死時代のサハラは草原であり、タッシリ、ナジエルには、紀元前8000年頃からの住人の生活の様子が壁画に描かれている。 達りなジェールの壁画には川を泳ぐ人々のような湿潤だった頃のサハラの生活が描かれているが、紀元前2000年頃からサハラが乾燥化するにつれ、この壁画文明は衰退した。その後、マグリブに馬がもたらされ、ベルベル人が居住するようになった。紀元前814年に現在のレバノンから到来したフェニキア人がカルタゴを建設したことをきっかけに、 フェニキア人は地中海沿岸部に植民都市を建設した。紀元前5世紀になると沿岸部はカルタゴの支配地域となり、ヌミディアと呼ばれるようになった。内陸部のベルベル人は独自に王権の確立を進め、紀元前264年にカルタゴとローマとの間で、ポエニ戦争が勃発すると、ローマと結んだマシニッサがベルベル人小王国を統一し、ヌミディア王国を建国した。 ヌミディア王国は、ローマに味方し、ゲンリビアのキレナイカにまで勢力を伸ばした。第三次ポエニ戦争によって、紀元前146年にカルタゴが滅亡した後、ショースキピオの推薦を得て、ヌミディアの王位についたユグルタは、ローマ市民を殺害したことをきっかけにローマと敵対し、紀元前112年には、ヌミディアとローマとの間で、ユグルタ戦争が勃発した。ユグルタ戦争は、 紀元前104年にヨグルタの処刑をもって集結した。ローマが内乱の一世紀に入ると、ヌミディアはオプティマテス、抜族派に組みしたため、ローマ内戦でヌミディア王ユバ一世は、ローマの将軍ユリウスカエサルと戦ったが、敗れて現在のアルジェリアの東部に相当するヌミディアは、ローマの属州アフリカの一部となった。ヌミディアが属州となった後も、ローマは、 ヌミディア王家のをマウレタニア族追いにつけ、統治させたが、40年にマウレタニアを歪二世の子が皇帝カリグラによって暗殺されたため、現在のアルジェリアの西部とモロッコに相当するマウレタニアもローマの属州となった。ローマ帝国の支配下で属州アフリカは国葬庫となった。アフリカ、マウレタニアでもローマ都市の建設やローマ兵の入植が行われ、 ローマ化が進んだ。俗州アフリカは2世紀後半に皇帝セプティミウス・セウェルスによって俗州ヌミディアに再編された。396年にローマ帝国が東西分裂するとヌミディアは西ローマ帝国の統治下に置かれた。430年にはガイセリック大王率いるゲルマン系バンダル人が進出カルタゴにバンダル王国が建国され、 アルジェリアの地中海沿岸部もバンダルの支配を受けた。バンダル王国は地中海の政海権を握り、海上貿易で繁栄したが、ゲリメリ王時代の534年にユスティニアヌス一世の統治する東ローマ帝国に滅ぼされ、アルジェリアも東ローマ帝国の半島に組み入れられた。文化面ではローマ化が進んだことにより、アフリカでもラテン語知識人が活躍した。 現存する唯一のローマ小説である黄金のロバを表したアプレウスはマダウロスの出身だった。ローマ帝国の末期にはキリスト教が伝来し、アルジェリアではキリスト教最大の恐怖と呼ばれるヒッポのアウグスティヌスが生まれ、告白や神の国といった後のキリスト教世界に騒な影響を与えた著作を残した。7世紀末から8世紀初頭にかけて、 イスラム教国のウマイヤ朝が征服したリフリーキア、現在のチニジア方面からアルジェリアに侵入した。アラブ人の侵入によって、土着のベルベル人たちはイスラム教に改修し、住民のアラブ化が進んだ。以後この地はイスラム世界の一部となった。アッパース朝の衰退の後、東部はカイラワアンのアグラブ朝やマフディアのファーティマ朝の支配を受けた。一方南西部のサハラ地帯では、 806年、807年に、シジルマサニハワーリジュ派のミドール町が成立した。南部のタンハルトにも、761年に、ペルシア系のイブン・ルスタムが同じくハワーリジュ派のルスタム町を開いた。ルスタム町は、イマームの称号を採用し、サハラ公益によって栄え、君主がペルシャ系であったことからメソポタミアから、ペルシャ人の移住が行われた。 ルスタム朝は909年にファーティマ朝によって滅ぼされるまで同地を支配した。1015年にカビール地方を拠点にハンマードがズイールアサから独立しハンマードアサが成立した。11世紀にはアラブ系ヒラール族のベルベル人集中地域への侵入によりベルベル人のアラブ化が加速した。ハンマードアサは部族民から逃れるため1090年に ビジャーヤにセとした。その後ムラービとアサ、ムワヒヒド町といったベルベル人のイスラーム王朝がアルジェアを支配した。両王朝では学芸が栄え、統治下のアルイコールアンダルスではイブンルシュドなどの知性を排出した。1236年にはトレムセン総督のヤグムラーサンイブンザイヤーンがムワヒヒド町から独立し、トレムセンにザイヤーン町を開いた。 ザイアン朝は当時アルジェにまで至る地域を支配していたチュニスのハフス朝とフェスのマリーン朝に挟まれた勢力であり、たびたび東西から両勢力の侵入を受けた。1492年にイベリア半島で統一スペインがナスル朝グラナダ王国を滅ぼし、レコンキスタが終焉すると北アフリカ一帯に亡命アンダルシア人が流入し、アルジェリアにもアンダルシアのムスリムやユダヤ人、 セファルディムが定着した。彼らは、モール人と呼ばれ、沿岸部の都市に定着し、商工業を支えた。ザイヤーン朝は、現在のアルジェリアの西部を支配していたが、ハフスアサの支配下にあった東部のビジャーヤはベルベル人の、ととして、商業で栄え、ムザブの谷にも亡命したイバード派の移民が、独自の私文明を築いた。レコンキスタ後には統一したスペインが地中海に、 勢力を伸ばし、キリスト教世界とイスラーム世界の争いが激化した。1509年にはオランがスペインに占領され、ザイアーン朝はスペインの属国となった。一方アルジェを根拠にしたバルバリア海賊の首領バルバロッサは地中海を荒らし回り、そのためにスペインのアラゴンオフェルナンド二世はアルジェを占いした。バルバロッサは百二十九年にアルジェを再攻略した後、 スペインからの保護を求めて1533年にオスマン帝国に侵入し支配地を献上した。アルジェはオスマン帝国のマグリブ支配の拠点となり、その後もバルバロッサはプレベザの海戦でキリスト教徒連合軍を破るなど地中海を荒らし回った。1550年にはオスマン帝国軍によってトレム戦が陥落しザイアン朝が滅亡した。 オスマン帝国は勢力を拡大して1574年にはハフス・アサを滅ぼし、東はエジプトから西はアルジェリアにまで至るアフリカ一帯を征服した。北アフリカの征服後、バルバリア海賊は猛威を振るい、1571年のレパントの海戦での敗北後も地中海一帯を荒らし回った。1575年にはスペインの兵士ミゲルデセルバンテスが 海賊に捕らえられてアルジェで旅収生活を送り、後に表されたドンキホーテにはアルジェでの生活をモチーフにした章が存在する。1574年からオスマン帝国は北アフリカのアルジェリア、チュニジア、リビアに別々のパッシャを送り込み統治を支配した。この時期にオスマン帝国の支配の下でマグリブ諸国の教会がほぼ確立し、 アルジェリアでも現在の領域が確立した。オスマン帝国の地下では、オスマン帝国軍の実力に依拠した、トルコ系の軍人による、下等支配体制が築かれた。1671年に、アルジャノデーはパシャから権力を奪い、オスマン帝国から自律的な立場を取ったが、チュニスのフサイン朝やトリポリのカラマンリーアサのような、トルコ系軍人による、世襲の王朝は誕生しなかった。 他の自立王朝と同様に、アルジェリアも、オスマン帝国時代を通して、イスタンブールの帝国政府に功能を続けた。また、ヨーロッパ戦に対する海賊行為が行われ、海賊行為により多数のヨーロッパ人が奴隷化された。アルジェのデーを支えていた、海賊行為に対して18世紀まで、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国は、功能と引き換えに安全を買うことを選んだが、19世紀に、 入ると強行策を取るようになり、1816年には第二次バーバリ戦争にてイギリスとオランダがアルジェ砲撃を行った。19世紀に入るとマグリブ地方はヨーロッパ列強による植民地化の対象となった。1827年にアルジェのデーがフランス領事をで侮辱したことをきっかけに、1830年よりフランス復興王政は マルセイユ商人の意向と国内の不満を王政からそらすためにアルジェリア侵略を始めた。1830年にアルジェがフランスに征服された後、フランス当局はアルジェリアを完全征服しようとはしておらず、トルコ人の支配者を追放してアラブ人の君主を新たに据えるだけに止めるはずだ。しかし、トルコ人のデーが追放されるとアルジェリアは無政府状態に陥り、 各地でアラブ人の放棄が相次いだ。1832年にアブデルカーデルはフランスに対してジハードを宣言し激しい抵抗運動が続いた。フランスとアブデルカーデルは双方との妥協を模索したこともあり、停戦中にフランスとアブデルカーデルは双方の占領地での主権を認め、アブデルカーデルの支配地では近代的な行政制度が確立された。しかし、 1841年にアルジェリア総督にビュージョー将軍が任命され、アブデルカーデルやアブデルカーデルに味方したアラウィーアサ、ロッコ軍を破り、1847年にアブデルカーデルは降伏した。その後、カビール山地のベルベル系との戦いが続いたが、1854年に最終的にはアルジェリアの民族運動は平定された。フランスはアルジェリアに 本国同様の行政単位を設置した。1848年に、アルジュ県、オラン県、コンスタンティーヌ県の3県が置かれ、3県は本国と同等に扱われて、フランス人植民者が本国政治に割ることを可能にした。征服の最中から植民地化、フランス化が進められ、アルジェリアには多数のコロンと呼ばれるフランス人移民が流入し定住した。 フランス人以外にもヨーロッパからスペイン人、イタリア人、ドイツ人、マルタ人がアルジェリアに移住し、夫婦戦争後にはフランスからドイツ帝国に割上されたアルザスイコールロレーヌからドイツの支配を嫌ってアルジェリアでフランス人であり続けることを望んだアルザス人が五千人ほど移住した。これらの非フランス移民もやがてフランス文化に同化してコロンとなった。 ヨーロッパ人以外に、土着のユダヤ人もフランス化し、フランス支配の一環を担った一方で、多数の反フランス的なムスリムのナショナリストが、政治犯として逮捕され、ニューカレドニアなどへ、流刑に処された。地中海岸の肥沃な土地を中心に、ムスリムの土地はコロンに奪われた。征服の初期には、軍人とアラブ局が主導権を握り、アラブ人やベルベル人の文化を研究し、 イスラーム文化を尊重した上での占領政策が行われた。また、第二帝政成立後の皇帝ナポレオン三世は、軍部の方針を支持し、親、アラブ的な傾向からアルジェリアをアラブ王国と呼んだ。このため、コロンたちは、軍人支配と第二帝政に不満を抱き、ヨーロッパ人の特権を確立するために、共和制を信奉するようになっていった。 1870年に、不仏戦争の敗北により、第二帝政が崩壊して、第三共和制が成立すると、第二帝政に不満を抱いていたコロンにより、パリコミューンに倣って、アルジェでアルジェコミューンが成立した。コロンはコロンによる自治を求めたが、1871年に、カビール地方のムクラーニに引きられたムスリムが、大反乱を起こすと、アルジェコミューンは崩壊した。しかし、 この判断は鎮圧され、以降アルジェリア植民地の主導権はコロンが握り、ヨーロッパ移民の導入が進んだ。一方で、アルジェリアのムスリムには原則として、市民権は認められず、ムスリムが市民権を得るためには、イスラームの帰郷などの高いハードルが課せられた。この時期には、ラビジェリ大司教によって、ムスリムへのキリスト教の布教が進んだが、成果は上がらなかったのである。 後の世界大戦では多くのアルジェリアのムスリムがフランス人としてフランスのために戦ったのにもかかわらずこの傾向は変わらなかった。またアラブ人よりもベルベル人特にを優遇する政策が取られ現在のカビールにフランコ本が多い原因となった。19世紀後半になると鉄道網の整備、地下資源の採掘、プランテーション農業によるブドウの栽培とブドウをもとにした。 輸出用ワインの生産などが進められ、ブドウ軸にしたモノカルチャー経済構造が完成し、アルジェリア経済のフランス経済に対する従属が深まった。土地をコロンに奪われていたムスリムは、失業や貧困のためにフランス本国に出稼ぎせざるを得なくなり、これが今日まで続く財仏アルジェリア人の起源となっている。1914年に第一次世界大戦が、 勃発したが、アルジェリアには、マシュリクのアラブ反乱などの影響は及ばず、アルジェリアが直接の戦場になることはなかった。しかし、総力戦体制のもとで、アルジェリア人にも兵役義務が課されたほか、フランス本国における労働力の不足から、多くのアルジェリア人が、フランスの軍事工場や、鉱山などに動員された。アルジェリアからは17万3000人が出兵し、 うち8万7500人が志願兵だった。1921年にアルジェリアの人口は580万4200人に達し、72万700人がヨーロッパ系、つまりコロンだった。この頃には、コロンもアルジェリア生まれの二世、三世が多くなり、違法人の著者アルベール・カミュのように、コロンはフランス語を話しながらもアルジェリアで生まれ育った。 ヨーロッパ系アルジェリア人と化していった。第一次世界大戦後に民族自決への期待が高まったが、フランスの植民地支配は継続した。こうした中、メサーリー・ハージュなど一部の勢力は共産主義に独立の希望を見出した。1926年にパリで成立した北アフリカの星はアルジェリア人、チュニジア人によって結成された組織で、 フランス共産党との連携を強めた。一旦は解散させられたものの、1932年に栄光を歩きたアフリカの星として再建され、マグリブ地方出身の人々に支持を拡大した。一方で、フェラハート・アッパースのような、穏健なムスリムのナショナリストは、フランス統治内でのムスリムとヨーロッパ人の平等を望み、ナショナリズム勢力間で不協和音が生じた。 人民戦線内閣ののレオンブルム首相は1937年に急進的な北アフリカの星を解散させ、ハージュは新たにアルジェリア人民党を結成したが、この組織も1939年に解散させられた。第二次世界大戦が勃発し、1940年に第三共和制が崩壊して、ビシー政権が誕生すると、アルジェリアはビシー政府を支持した。 戦時中アルジェリアは直接戦場にはならなかったが、北アフリカ戦線ではドイツのロンメル将軍、アメリカ合衆国のパットン将軍たちが戦闘を繰り広げた。1942年11月に連合国軍の統治作戦が発動し、アメリカ合衆国軍とイギリス軍が上陸すると、中アルジェリアフランス軍のフランソワ・ダルラン帝督は武装解除に応じた。こうしてアルジェリアは、 シャルルド・ゴールの自由フランスに復帰し、パリ解放までアルジェに自由フランスの本部が置かれた。フランスは本土解放のためにアルジェリア人の徴兵を行い、穏健的なナショナリストのフェラハート・アパースらはムスリムの市民権の拡大と引き換えに自由フランスに協力した。アルジェリアからも多くの成人男子がフランス軍に動員され、アルジェリア師団は イタリア戦線のモンテカッシーノの戦いやドラグーン作戦をはじめとしたフランス本土での戦いに参加し多大な犠牲を出した。戦時中のアルジェリア人の生活はインフレや食料不足によって厳しく、1945年5月8日の戦勝記念日を祝うセティフの集会は退伏暴動に発展し、フランス軍によって鎮圧されたセティフ暴動。 数万人の死傷者を出した、この事件は、アルジェリア独立運動を高揚させることになった。第二次世界大戦後、ムスリムの間に、ナショナリズムが広まり、第四共和成果の1946年に、行われた選挙では、セティフ暴動を見かねて急進派と距離を取り、新たに、アルジェリア宣言民主同盟を結成した、オンケンハフェラハートアパースが勝利した。 フランス議会は1947年にアルジェリア組織法を採決し、アルジェリアの自治を拡大する方針を打ち出しが、この措置には特権の維持を望むコロンもフランスとの平等な関係を望む恩恵派ムスリムやナショナリズムに燃える急進的ムスリムも反発を抱くものとなった。その後もフランス政府はムスリムの状況を改革する努力を行わず、このため、 1953年には穏健派だったアッパースも武装路線を打ち出しゲィラ戦争への準備が進んだ。植民地独立運動の激化によりフランスは第一次インドシナ戦争を続けていたがディエンビエンフの戦いの敗北により1954年にピエール・マンデス・フランス首相はジュネーブ休戦協定が決で普通インドシナ連邦の統治下にあった。 ベトナム国などの独立を承認した。このことは他のフランス植民地における独立運動を力づけることになった。1954年にはそれまでのいずれのナショナリズム勢力からも距離を置き、フランスからの独立を標榜する民族解放戦線 FLN が結成され、ゲリラ活動をアルジェリア、フランスで展開した。 北アフリカ植民地の内チュニジアとモロッコは1956年3月に独立を果たした。しかし、フランス保護領として、君主国の組織が維持されていた両国と異なり、フランス本土の一部として扱われ、多くのヨーロッパ系市民、コロン、ピエノワールを抱えるアルジェリアに対しては、フランス世論も独立反対の声が強く、フランス政府は独立を認めなかった。これに対し、 FLN はかつての恩恵派だったアッパースやアルジェリアウラマー教会などのアルジェリア社会に影響力を持つ人々からの支持を取り付けた。1957年にはアルジェの戦いでフランス陸軍の空挺部隊が独立派を大弾圧しフランスのアルジェリア政策の維持を図った。大打撃を受けた FLN は拠点をモロッコやチュニジアに移し1958年には ナセル政権の計らいで、エジプトのカイロにアルジェリア臨時政府が樹立された。こうして、第三世界各国からのアルジェリア独立の支援も始まり、日本からも全学連や宇都宮徳馬などが FLN を援助した。フランス政府は、アルジェリアのムスリム、アンディジェーヌに、フランス人としての完全な市民権を付与することで、怪獣を図ろうとするが、 特権を維持することを望むコロンたちの反発を買った。アルジェリア在留のフランス軍空挺部隊は、コロシカ島を占領し、クーデターを起こそうとした。このような混迷の中でフランスは引退していた英雄に事態の収拾を求め、ド・ゴールが大統領に就任し、憲法を改正して、第五共和制が成立した。ド・ゴールは、内外の情勢を鑑みて、植民地解放政策をとり、 1959年にはアルジェリアの独立を承認しようとした。軍は軍事拠点としてのアルジェリアの重要性を叫び、アルジェリア在住の100万人のコロンはフランスのアルジェリアをスローガンの下独立に反対したが、ド・ゴールは指導力を発揮してこの難局を切り抜けた。1961年にエビアン協定が結ばれ、7年にわたるアルジェリア戦争は終結した。コロンや 軍部の極右派は秘密軍事組織 OAS を結成してフランス当局やムスリムに対するテロを繰り広げたが住民投票の結果独立承認が圧倒的支持を集めアルジェリアは独立した戦争による死者は100万人に達したとされているアルジェリア革命は脱植民地下時代のブラックアフリカの独立革命に多大な影響を与え 第三世界諸国からも多大な支持が寄せられた。マルティニーク出身の精神分析家、フランツ・ファーノンは FLN に参加する傍ら独自の革命理論を体系化し、後のチェゲバラと共に1960年代の第三世界の革命運動やポストコロニアリズムに大きな響きを与えた。独立に伴い100万人のヨーロッパ系アルジェリア人は退去して、 フランスに逃亡した。フランスに協力したムスリムのアルジェリア人、あるきもフランスに亡命できなかった者は、報復により虐殺れた。アルジェリアを統治していたフランス政府は、植民地時代に一貫して必要な改革を施すことを拒否し、ムスリムの権利拡大を認めなかった。ヨーロッパ系アルジェリア人は、終始ヨーロッパ人としての特権の維持を求め、アルジェリアに住む。 ベルベル人やアラブ人との協力を最後まで拒み、そのことがヨーロッパ系アルジェリア人とアラブ、ベルベル系のアルジェリア人が融和した国家を目指す、穏健な独立運動の発展を阻害した。その帰結として100万のヨーロッパ系アルジェリア人は、生まれ育ったアルジェリアを永遠に失うことに言った。独立後、FLN 内部でのアルジェリア臨時政府のトベンベラの対立によりアルジェリアは、 内戦の危機に陥った。しかし、最終的に軍部を掌握したの指示によって9月10日にて、ベンベラの勝利が隠し、9月25日にアルジェリア民主人民共和国が成立した。1963年には憲法が制定され、ベンベラが大統領に就任した。ベンベラはナセル主義と社会主義に影響を受け、 フランス系アルジェリア人の出国によって放棄された農地や工場の国有化政策を折、キューバ革命後のキューバと共に非同盟運動を主導して、第三世界諸国や植民地に世界革命の輸出を図った。独立時に支援を受けた隣国のチュニジアとモロッコとは、政治体制の相違や領土問題から対立し、君主制を維持していたモロッコとの間には、同年10月にが勃発した。 アルゼンチン人の革命家、チェゲバラが、アルジェ演説でソ連を厳しく批判したのも心である。ブラックアフリカ諸国との関係も重視され、1963年に、結成されたアフリカ統一機構、OAU の原価名国となった。また、132年間のフランス支配によって、フランスの影響を受けた国民、アラブ化が図られ、アラビア語教育が熱心に行われたが、これは、 ベルベル系の住民の独自性を否定する方向に働き、後にベルベル問題に発展した。こうして、ベンベラ政権下では大規模な第三世界外交が繰り広げられたが、その一方でしかし、社会主義経済政策により経済は混迷し、失業者は増加した。百六十五年のアルジェで開催される予定だった第二回非同盟諸国首脳会議の直前に、 ブーテフリカ外相の解任をきっかけにして、ブーメディエン国防省がクーデターを起こし、ベンベラ政権は崩壊した。クーデターによって1965年に成立した政権は経済の立て直しに成功した。ブーメディエンは政敵を排除し、独裁体制を確立する一方で、内政、外交両面でベンベラ時代に進んだ社会主義政策を転じ、 国有化政策や重工業化を図った。外交面でブーメディエンは資源ナショナリズムを衝動し、1971年にフランス資本の石油と天然ガスを国有化した。ベンベラ以来の第三世界非同盟外交も続き、パレスチナ問題ではパレスチナ解放戦線のゲリラを受け入れて国内で訓練を行うなど、イスラエルとの対立を先鋭化させ、西サハラ問題では スペイン領サハラからスペインが撤退した後、1976年にモロッコとモーリタニアが両国で西サハラを分割するとポリサリオ戦線を支援してサハラアラブ民主共和国の後ろ盾なり西サハラ領有の規制事実化を進めるモロッコと対立した。ブルメディエンが主導権を握った1974年の国連総会、資源総会ではアルジェリアの名声が高まった。 内政面では自主管理農場を推進する一方、戦後高度経済成長を達成していた日本を模範にして重工業化を進めた。しかし、オイルショックによりアルジェリア経済は打撃を受け、先進国への離陸は失敗し、フランスに出稼ぎするアルジェリア人が増加した。1970年代の GDP 成長率は7.0%に達し、ブラジルの奇跡。 8.4%や観光の奇跡、9.5%ほどではなかったものの、中心国の中では高い経済成長を実現した。1976年11月には憲法が制定され、アルジェリアが社会主義国であることが確認されるとともに、それまで推進されていた政策を三つの革命、農業革命、工業革命、文化革命のスローガンを法的に確認し、 国民統合のためのアラブ化、イスラーム化の加速の法的根拠を与えた。ブルメディエンは1978年に休止した。ブルメディエンは経済成長やアルジェリアの国際社会での地位の確立に一定の功績を残したものの、軍部高級将校や FLN 幹部の特権階級化が進むなど、後に爆発する問題が蓄積された。 ブーメディエンの死を受けて1979年に就任した政権は、重工業化の推進による経済開発を推進したが、1980年のアルジェ学生運動や事件など、FLN 一党体制やアラブ化政策に対する国民の満が明らかになった。1986年にはインフレがひどく進行し、食料難や失業などの社会不安を生み出した。 1988年10月には食料を不足からが勃発し危機感を覚えた政府により1989年に憲法が改正さ複数正当性が認められた。しかしこのような状況を背景として若年層を中心にイスラーム主義への支持が高まりこうしたイスラーム主義者の中には武装闘争を展開する者も,も現れた。1990年に行われた 地方選挙では、アラブ的な失業者、ヒッティストなどの支持を得て、イスラーム主義勢力の FIS が全コミューンの半数以上で勝利し、FIS が勝利したコミューンではシャリーアに基づいた厳格な統治が行われ、禁酒や男女の分離、そしてフランス化した中間層が主流を成すアルジェリア社会の批判が行われた。 1991年12月に行われた初の野党の出馬が認められた総選挙の結果 FIS は8割の議席を得て圧勝し彼らは憲法を無効としたこれに対し世俗主義を標榜する学生団体女性団体社会主義組織は FIS を批判し同様に世俗主義を標榜する軍部が翌1992年1月11日に クーデターで政権を握り、シャドリ首相を解任した。これが以降10年続くアルジェリア内戦の始まりであった。ヨーロッパ諸国がクーデターを支持したこともあり、1月14日にを議長とした国家最高委員会が設置され、3月12日にブーリアフは FIS を非合法化して弾圧、選挙は無効とされた。そのためブーリアフは6月29日に あんな場で暗殺された。政府による弾圧に対し、イスラーム主義者は1992年10月に武装イスラーム集団 GIS を結成し、警察、軍部、知識人、世俗主義者を対象にテロを繰り広げた。1994年1月にゼルアールが暫定大統領に就任したが、ゼルアール時代にイスラーム主義組織のテロは激しさを増し、アルジェリアは、 大混乱に陥った。ゼルアールは1998年9月に任期を残して病気で辞任し、1999年4月に行われた大統領選挙で FLN から軍部の指示を得たアブデルアジズブーテフリカが文民として34年ぶりに当選した。ブーテフリカは就任後、1999年9月16日に国民は解放を制定し、 内戦の終結を図ったが、その後も自動車爆弾テロは収まる気配を見せなかった。政府、軍部、イスラーム主義勢力によるアルジェリア内戦で約20万人が死亡したとされる。先進国との協調政策により、テロのイメージをなくす努力を G8 諸国などに対して積極的に行っている。テロは21世紀に入ってから人生化を見せたが、 内戦中に敷かれた憲法が保障する国民の人権を制約する非常事態宣言は内戦終結後も引き続き維持されていた。これが解除されるのは2011年のアラブの春と呼ばれる民主化運動によってであった。隣国のリビアはアラブの春の結果内戦に突入し、その際多くの武器がサハラ地域のトゥアレグ人の独立運動組になどに渡り、 サハラ地域が不穏となった。2012年のマリ北武装乱に伴い、フランス軍が出兵。これに連動して、サハラ地域のイスラム原理主義組織が武装闘争を活発化。2013年1月にはアルジェリア人質事件が発生。アルジェリア軍の強行策により多数の犠牲者が出た。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。